バウジョンについて風の抵抗をなくして速攻だ。逆に超めんどくさい。でも出口がそこだからめんどくさいだけだと思う、車線変更は。まっすぐ渋滞してるかな。そっか、してないと思うんだけど。なんとも言えないな、この時間帯。なんかこう、可もなく不可もなくみたいな。まだ店どこもやってない時間だからな。帰ったら飯食って風呂入ってねえよ。風呂入って飯食うか。無料工事っていうのは春初めて知った。このお寺の名前。渋滞してないね。まっすぐ行っちゃう。やべえ、そライト探さなくちゃ、ヘッドライト。ああ、リュックの中に入ってなかった？どこの？登山リュック。あ、わかんない。あの高いやつ、高くて安く買えたやつ。あ、新
そろそろか。うん。そろそろここ風呂入れなきゃな。うん。待ってね、こんちゃん持ち帰ったら寝ような。でもあんまり時間を決めて寝ないと夜寝れなくなる。あ、気をつけないと。信号無視にならない？なると思うよ、もう今は。だよね、もう毎回気になっちゃう。ああやって普通に行っちゃう人多いから。結構まだなんかその車両扱いされてないと思ってる人いるかもしれないけど、でもチャリってなんかさ、うん、都合よくやってるやつ多いよな、そういう風に言って。一時的にさ、車両専用だったらさ、あ、車両だから行っちゃうっていう人もいれば、ああいう風にさ、赤信号だけど歩道扱いだから行っちゃうみたいな。もうないんだよ、歩道扱いなんて。あれ捕まるよ。だって止まれも止まらないと許せって言われる。現状注意だけだけどね。